きます。赤ちゃんボイス。みんなゆっくりゆっくり道を歩いていました。そこへう、はい、ギャルボイス。そこへウサギがぴょんぴょんと跳ねながらやってきて、カメ君、あんたは足が遅いね。家に着く前に日が暮れてしまうよ。フケボイス。ごめん、カメは怒って言いました。セクシーボイス。僕だっていざとなればとても速く走ることができるんだ。よし、明日の朝向こうの丘までかけっこで勝負しよう。さあ、気についた方が勝ちさ。イケメンボイス。カメは答えました。わかった、受けて立つよ。勝負しよう、競争しよう。興奮ボイス。次の朝、カメとウサギは丘のてっぺん目指して、よーいドン。丘に登る坂道まで来た時、ウサギは振り返りました。カメの姿は全く見えません。泣きボイス。どんな問題、大体カメがウサギとかけっこしようなんてバカな話だ。どれ、ここいらで一休みしよう。次はその草原にゴロンと寝転び、そのまま眠ってしまいました。カメは随分経ってからウサギのところまで来ました。そして寝ているウサギを見てにっこり笑いながら言いました。アホボイス。お先に失礼。セクシーボイス。そしてウサギはカメに負けたのでした。続いてますよ、セクシー続いてますよ。あ、変わるかな。はい、はい、ありがとうございました。すごい、いやいやいや、ゴロちゃん、ゴロちゃんセクシー好きだね。いや、もうやっぱりね。